やはりご存知、朝日新聞なんですね。でその歴史認識の歪みの代表例として南京大虐殺と先ほどこの番組でも取り上げました、韓国の記者もぺしゃんこにやられてました従軍慰安婦の問題、取り上げますとだんとこういうことですね。南京大虐殺、そもそもの起こりはですね、南京大虐殺への道というですねタイトルにしましたけれども、この昭和46年8月から12月まで、朝日の本田勝一記者ご存知の中国の旅の連載、それが単行本になりました。これがそもそも残りなんです実は。そしてですね、もう日本人100人斬りをやってですね、南京とんでもないことをやったという食材意識をしっかり植え付けた後に日中の国交樹立が同じ年の9月、こういう段取りなんですね。でこの日中国交樹立に一番力を注いだピンポン外交その他でですね、例えば朝日新聞は1000万の寄付なんかをしてお膳立てを整えたのが朝日新聞であります。そしてそれを受けて中学校の歴史教科書に南京が登場してまいりますのが昭和53年、1978年で、この当時中国の教科書には南京事件一切取り上げてなかったんですね。でそれから遅れて中国の教科書で取り上げられるようになりました。そしてやがて昭和59年になると全社に南京大虐殺が取り上げられる、これは近隣諸国条項のダイレクトな影響があったわけです。そしてですね、遅れて1985年になってやっと中国に南京大虐殺記念館が開館してるんです。この前後関係を見ていただきたい。そしてその後1994年に愛国主義教育実施要項が定められて各地に反日記念館ができ、そして今年4月にあの反日暴動が起こると、こういう流れなんですよ。ですから愛国主義教育の前に記念館ができ、記念館の前にですね教科書に、中国の教科書に南京が入り、その前に日本の教科書に入り、そしてその前に朝日新聞の連載があったという、こういう流れなんですね。発端は朝日の本田記者でありました。そして同じくですね、従軍慰安婦の流れを整理すると、朝日のですね、上村隆記者、もう水曜日ご覧の方はですねおなじみのあの上村記者ですね、義理のお母さんのお写真も紹介いたしました。あの上村記者がですね、従軍慰安婦強制連行記事を平成3年の8月にですね嘘を交えて、面白おかしくスクープをしていただいたわけであります。そしてそれを受け、この時韓国のメディアどこもまだ取り上げていないんですね。そしてそれを受けて、従軍慰安婦と元慰安婦と称する3人が日本政府をこの年の12月に提訴いたします。そしてですね、その後翌年にの1月に宮沢首相がですね、日韓首脳会談で植民地支配と慰安婦について初めて謝罪をいたします。朝日のお膳立てが功を奏したという形で、この謝罪、そしてその後ですね、政府の調査をいたしまして、強制連行を裏付ける資料が全くないことがこの年の7月に分かる。半年、その資料がないことが分かる半年前にですね、宮沢喜一さんごめんなさいと謝罪をしてるんですね。どういう頭の構造をしているのか非常に不思議なですね、方でありますけども、そして、この翌年の8月になりますと、これでは単独の自民党政権最後の日であります。とんでもない置き土産として、河野洋平官房長官の談話でですね、根拠資料のないまま強制性を認める発表をして、これで手打ちができるんじゃないかというとんでもない、思い違いをしておりました。それを受けて今度は日本の教科書全社に平成8年から入っていく、日本の教科書の記述がある前には韓国にも取り上げられていなかったということを先ほど藤岡先生も述べておられましたが、これも遡ればですね、実は朝日の上村記者の誤報、ここからスタートをして、本田勝一記者の100人切り記事もこれは明らかな間違い、嘘をそのまま無批判に載せたものでありました。歴史認識の歪み、反日自虐史観、全て嘘からスタートして、で慰安婦について少し詳しくですね、先ほどの韓国人の記者もぜひですねこの番組を見ていただきたいところでありますけれども、その慰安婦強制連行説の虚構性ということで5点整理いたしました。
まず強制連行実際行われたのであれば、それを指示した政府や軍の文書ドキュメントがあるはずなんですね。どんなものでもいいからあるはずですが、これ政府総力を挙げて調査をしても全く出てこない、ゼロ。そして強制連行をしたんであればですね、加害者がいるはずです。そして加害者の証言が出てくるはずですけれども、吉田誠二という人のですね、嘘以外はゼロ。この吉田誠二さんの嘘をですね、朝日新聞は再三にわたって、都合4回ぐらいですね、大々的に報じているんですが、実はこの吉田誠二さんという方、この名前からして本名でなかった。そして戦後の経歴もですね、終戦間もない頃、山口県下関市の市議会議員選挙にですね、日本共産党から立候補したという経歴が分かっているだけで、さっぱり分からないんですね。そしてその誠二さんの、土下座をしてまで講演して回った方ですけども、嘘だったことが分かった、本人も認めてしまっているわけです。したがって加害者の証言ゼロ。そしてじゃあ目撃者がいるはずなんですね、そんな強制連行してあれば。その目撃者の証言もゼロ。そして被害者の証言が山ほどございますけれども、裏付けのあるものはゼロですね。そして何よりですね、昭和40年に日韓基本条約が締結される際にですね、日本と韓国の間の未解決の問題を全てテーブルに乗せて日韓の間で交渉を積み重ねているんですね、綿密な交渉。その時に一切韓国側からこの強制連行については主張がありませんでした。ゼロなんですね。これだけ何もかんも全てゼロゼロゼロずくめでですね、どうしてその強制連行があったなどと言えるのか。で、最後のですね、その砦は、この被害者の証言なるものですけども、そのじゃあ元慰安婦の証言は信用できるのかということであります。これは面白いシンポジウムの記録がありまして、これも朝日新聞の論座に載せられたシンポジウムの記録にあります。上野千鶴子さんがですね、強調されますね。全部ゼロなもんですから、一番基本になるはずの当事者証言、ご本人たちが強制があったとおっしゃっていると、こういうふうに言われました。それに対してですね、パネリストの中で、唯一ですね、明確な、その否定の立場に立たれる草加紀民土先生が、ご本人は自分で進んでやったとはそれは言わないでしょう、強制されたと言うでしょう、そう言わなければ自分の親戚全部に迷惑がかかりますからね、とこういうふうに切り返されます、ね、好きで行きましたとは誰も言わないですよね、これね。それに対してですね、上野さんは鋭く、今のご発言はご本人が嘘つきとおっしゃったことと同じになります、こういうふうに食ってかかりましたところ、草加先生は、はい、そうです、こう言ってしまうんですね。で、それに対するまた上野先生の答え方が微妙なんですね。被害者と目される方たちも、草加さんによる上げ足取りが可能になるような多様性を持っていることを十二分に承知しております。と上野先生は答えておられるんですね。これ上野先生、それご本人が嘘つきとおっしゃったのと同じことになりませんか？上野先生まで嘘つきだと言ってしまわれちゃったの？ということでありまして、従軍慰安婦の証言なるものもですね、どうも上野先生も信用できないと、こういうことでありますので、慰安婦虚構性、支える、その実在を支える者